僕の好きな本はですね、ちょっとベタになるんですけども、容疑者 X の献身。当時最初に出た時に読んだ時にもう面白すぎて、死体を隠すためにもう一つの殺人をっていうさ、こうね、痺れたね。痺れたよ。あのトリックは。嘘だろっていうね。拓也です。僕の好きな本は、まあ、これもベタになっちゃうかもしれないですけど、浅草キッドの言わんのバカクイズです。ちょっと一回聞いてください。懐かしい。あれも言わんのバカクイズ。ボロボロになるぐらいまで持ってたよね、なんか持ってた。常に言わんのバカクイズ。知らない。常にね、そう、本でね持ってたんですよ。出してあげて、なんか。じゃあ。もしも、まあ、バカクイズ、はい、何を言っても静岡って言って、はい、東京、静岡、埼玉、静岡、山梨、静岡、塩漬け、塩塚。あー言ってる言ってる言ってる。そういう本があったんですね。カズヤです。まあこれもすみません、ベタになってしまうんですけども、僕の、好きな本はハリーポッターシリーズです。あ、そうなの。もう全部よ、全部2回ずつぐらい読んで。そうなの。マジで行こうよ、ハリーポッター見に。行こうよってどういうことですか。舞台。舞台行きたいです、行きたいです、マジで行きたいです。ねえ、はい、もうあの同じ事務所の辰巳が出てるから。辰巳っていうの。事務所の辰巳誰ですか。藤原辰也さん。あ、そっか、見たい、見たいですね。で、僕秘密の部屋かな、を学校に持って行ってたんですよ。で、ある日学校に置いて忘れて帰っちゃったんですよね、机の中に。で、次の日行ったら、終盤の、まだ最初の方しか読んでないのに、終盤の結構大事そうなところの1ページ破られてたんですよ。何それ。それが未だに僕悔しくて思い出すんですよ。何それ。かつくわ。何そのえ、誰か分かんないの。なんとなく分かんない。いや、分かん、全く分かんないです。でも誰かがやってんすよ。あいつの最後の1ページ抜いてやろうって。やられるタイプだったのとかじゃなく、そう、もう、はい、無差別のやつですね。うわ、ひどいやつがいる。本当に未だに悔しいです、僕は。そのしかもさ、あれ高かったじゃん、こんな厚くってさ、はい、2000円ぐらいか。そんな高いの。多分すると思います。文庫とかじゃないから。はい、本当に辞書みたいなやつなんで。え、ちゃんと本で読んでたの。そうあの映画も見てんの。映画は、3?4 ぐらいから2個になってくじゃないですか。したら、その結構もうはしょられちゃってるから、映画だと。なるほど。だから、そう、アズカバンだぐらいまで見ました、映画で。結構ガチ勢だね。ガチです、ガチです。ガチ勢なんだ。めちゃくちゃ好き。はい、なるほどね。すげえ。青島です。意外な一意外だね。俺らも好きだからさ、ハリーポッター。はいはいはい、舞台いいっすね。何を言ってもハリーポッターって言ってた。それもあんの。あんの。ロン。ハリーポッター。ハーマイオニー。ハリーポッター。ハリーポッパー。ハリーポッターってクソクイズじゃん。クソクイズすぎたな。お前が噛んだみたいな。はい、ということで、はい、行きましょうか。はい、はい、今日はですね、モンスト新イベント、はい、コードビブリア2ガチャ行きたいと思います。おー、2か。はい、2。前回は死者の書とか。あれがイヴァンかですかね。東海、ひざくり、ひざくり、東海道中。そうだね。本関連だね。なるほど。だから、あれだね、はい。好きな本をやった。そういうことですね。はいはいはい。たまにこれ言っとかないと、コメントとかで、オープニングは何のつながりなんだみたいな。たまに、そうか。コメント来るから。はい、はい。今日はね、そういう感じで。はい。はい。はい、で、どうしますか。あれが。聞きますか。まあ、そうっすね。あのパックが出てるでしょ。パックがね、そう、はい、5000円の、はい、あれだけ引こうかなと思って。行きましょう、はい、行きましょう。一体確定、はい、で聞いたところによると、このこちらですね、解体新書が、解体新書ね、モノマをちょっと壊してる説みたいなのが出てるじゃないですか。いいよね。あれを反撃を消して、うん、透明にならない、透過しない、うん、俺もこれ多分、うん、覚えらんなくなると思う。解体新書と。解体新書は、あと、うん、杉田サトリヌスとか。最近の、直近のが確かに名前も難しいんだよな。
ネプトゥーヌスとか。はい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 。これもちゃんと覚えなきゃ。解体新書ね。杉田玄白が、解体新書。書いたの。翻訳したの。翻訳だった。翻訳だった気しますけど。なるほど。白蛇伝は中国の、あの、桃太郎みたいな。あ、そうなんですね。昔の話。へぇ。あれでやったよね。朝ドラでね。白蛇伝ね。あ、そうなんすか。いや、あの、なんか、あの、アニメのやつ。アニメで。なんだっけ、あれ。青空かなんかの、なんだっけ。青空じゃない。あれ、広瀬すずちゃんのやつ。広瀬すずちゃんのやつ。アニメクリエアニメーターで。そうそうそう。そういう話なんだ。白蛇伝みたいな。スノリの枝は、なんかね。スノリの枝。アイスランドの。詳しいっすね。歌を。1200年ぐらいに歌の教科書みたいな、はい、そんな当時からそんな教本みたいのもすげえすげえ昔にあった教本みたいな詳しいそれがスノリの縁だなるほどさっき調べたさっき調べたんかいスノリの縁だにしては曖昧な書いたなんかそういうことらしいですよ、なんかイタリアのメニューみたいな、ね、あるよねありそうじゃあ行きますはいまあこれか、はい、星6キャラ一体確定ガチャ、はい、解体新書解体新書狙い3分の1だよっしゃ、5のまで5のまで使いたいいきますストライクショットショットショット来い来いさあ解体新書33%金髪なら解体新書どう来いおぉ白蛇伝かかっこいいでもかっこいいね確かになんかさみんなさこれ、なんとかのブックマンってついてるの知ってるあついてるね見てほんとだ剣直なのブックマン、うん、ダメをブー魔法陣ブーストワープ、うん、これもさなんか坂の上の田村麻呂とかとさやっぱ系統が近いというかさはい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 、うん、なんかサポート強そう状態異常回復なるほどシスタンチャージ M まあガチャはいいかなオーブはちょっと取っとこうかなそうね劇中とかも引きたいしガチャ一回のこのキャラどれか取るんだったら、うん、正気とか狙ってそうっすねとか気がするよね俺ファウストも欲しいしファウスト劇中はいじゃあちょっとこれは見送るさせていただきますはい、はいはい、ありがとうございましたじゃあ、はい、僕いきますかはい拓者伝拓者伝はいじゃあ拓也行きたいと思いますお願いします、はい僕も解体新書欲しいかな解体新書欲しいよね欲しいですねなんかさ5の間スッといける時もあればさあれこんな苦しむんだっけみたいなありますありますでもあのアンチダメージウォールがないからあなるほど結構苦しむは苦しむんじゃないなるほどだから投下しないんでしょ SS 使えばそうっすねうん、すごい反撃なんかそういう守護獣とか使ってダメをなくせるみたいなないかダメージまあでも戦闘に持ってけばってことなのかなうん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 まあちょっととりあえず引いてみますはい、はい、じゃあ僕も一体パック買いました、はい、いきますどれが来る解体新書来い引っ張りますストライクショットショットショットあれやスノーリーの枝白蛇伝スノーリーの何枝白蛇伝スノーリーの枝白蛇伝新書じゃないの解体新書じゃん逆張りなるほどないや俺スノーリーの枝じゃんわかんないっすそれは一人一個だってああバラバラになった、うん、かわいい、はい、解体新書かわいい若いあれ人体模型になってるほんとだほんとだかわいいかわいいね。いや、これは、スピード型。なんかあれがさ、フラパとか、まあ、はい、名前変わるけど、フラパとかの、はいはい。あの着ぐるみで溢れるんじゃない怖いな。怖い。そうなったら怖いですね。もうやっぱ、もうちょっと、気持ち悪い。オラコンとかで、あれとし、あれが溢れるのは。あれがいたらやだな。確かに。かわいい気もするけど。ねえ、あれの着ぐるみ、左が目ん玉になってんだよ。かわいいような、でも、まあ、かわいいか。
いずれあれかな、守護獣とかになったりするんですかね、これ。あいつ、はい、あいつが。いや、でもなんか可愛く見えてきて、人気出ればあるかも、うん、はいはい。キモカワ。なんかいいですけど、ね。俺、いい、全然。僕も好きです。俺、はい、あの、フラッパとかもし、梅さんやるときに、もし呼んでいただけるんだったら、あれやりますよ、ペイントで、体を。いや、誰裸に、ペイントでね。いや、タッチさんがやればいけんのか、裸にペイント。でも、タクヤ、頭身は同じぐらいの。一緒でしょ、カズレさん。あの、全部。二等身じゃねえか、あんの。言ってないですよ、僕何にも。全部。生まれたままの姿で、線描いて。いや、もうダメ、ダメ。できんです。できん、できん。ポコリンが丸見えじゃん。ポコリンって言ってるじゃん。怖いな。狂気のあるタックマンが。いや、これはぜひ、はい、皆さん、はいはい、お願いします。はい。はい、じゃあ、変わりますか。はい。はい、風邪いきます、はい、はい、風に変わります。はい、はい、ここも解体新書狙いで、はい、はい、このさ、解体新書、うん、前回のサトゥルヌ ス, サトゥルヌス、あとガラティーン、ガラティーンが俺もう分かんないかもしれない。確かに髪色一緒だ。全闇、全闇じゃない、ガラティーンは光なんだけど、あのその進化前が紫の服着てるの、はいはいはい、いやそう、ね、金髪で。だから僕間違えましたもんね、一回それで、ね、違えるよね、うん、フラッシュ紫金髪やろ今度。うわ、フラッシュ紫金髪怖えな。なんでフラッシュ紫金髪。ジャンヌもそうっぽいもんな。ジャンヌは分かるのか、ジャンヌは分かる。進化前バンバン出されて、うん、面白そうだけど。進化前見してじゃん、解体新書。解体新書は、あ、じゃあ、下かな、下の下これだ。それで右上、うわぁ、まだでも本出してる分なんか、確かにそうか、うん、本があるから、これはわかるか、はい、うん、よし、僕も解体新書狙いで、はい、でも流れ的にはスノーリーの絵だ、スノーリーの絵だね、ぽいですね、うん、はい、スノーリーの絵だ、一応なんて言う、重心構えをローレン。あ、でも強いね。でも、あ、魔封じ。あ、強いっすね。蝶が2個あるもん。壁、魔封じ、うん、パワーが。壁生産短縮。へぇ。確かに試し屋にありそうだね。なんとかのパッツァみたいな。ね、なんかね、そう。フリットのパッツァみたいなさ。フリットのパッツァ。パッツァはアクアパッツァでしょ。なんだろう。フリットのパスタ。うん、フリットのパスタってなんだよ。意外となかったっす。よし、行きます。はい、来い、解体新書、解体新書、ストライク、ショット、ショット、ショット、原爆、白蛇伝、フリットのエッダ、白蛇伝、フリットのエッダ、フリットのエッダって何、白蛇伝だ。リットの絵だ、逆張りだ。逆張り引き しないといけないのか。逆ビリ武器、逆ビリ逆張り、逆張り引き、逆振りば、何を言っても逆張り引きと言ってください。わかりました。このガチャは逆張り引き、限定来ても逆張り引き、逆振り引き、逆振り引き。言わんのバカクイズ。言わんのバカクイズ、面白いね。面白い。うん、なんだっけ他、ね、忘れちゃったな。ね、何を言ってもロボットと言ってください。これは簡単ですわ。はい。とても硬い。ロボット。カチカチ。ロボット。ギシギシ。ロボット。そぼろ。ロボット。おお。いやいや、これは、これは簡単です。緩すぎないですか。あったんですか。今のは初級だな。今のバカクイズ、ぜひね、気になる方、確かに面白そうです。売ってるかもしれない、アマゾンまだ売ってんじゃん、うん、もしかしたらね。はい、ということで、はい、皆さん引いたでしょうかね、はい、高評価、コメント、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、今日も見てくれてありがとうございます。また明日も見てね、バイバイ。